チェーンソー？やばいよ、このままじゃバラバラに。立ちました。気力回避、フラグちゃん。はぁ、今日もフラグ回避うまくいきませんでした。あのシチュエーションなら確実に無謀さんの死亡フラグを回収できると思っていたのに、どうしてうまくいかないんでしょう。浮かない顔ですね、死神ナンバー269。え、ナンバー13さん。フラグ回収の調子はどうですか。それがあまり芳しくなさそうですね。よければ相談に乗りますよ。いいんですか。ええ、他人に相談することで解決の糸口が見えてくることもありますから。それじゃあ。なるほど、絶好のシチュエーションにもかかわらずフラグ回収がうまくいかないと。そうなんです、何か原因があるのかと思って。その原因を教えることは可能です。本当ですか。ですが少しきついことを言うかもしれません。よろしいですか。はい、成長するためです。お願いします。わかりました。あなたがフラグ回収を失敗する理由、それはあなたがシチュエーションに頼りきりだからです。シチュエーションに。フラグ回収においてシチュエーションは重要な要素ですが、一番大事なのはどのような設定でもフラグ回収が成功する状況作りです。状況作り。あなたはこれまで成功しやすい場面や設定、そして相手の不運に助けられていた。シチュエーションに甘え、フラグを回収するための努力を怠っていたということです。これがあなたの成長しない理由です。そんなそっか、私全然成長していないんですね。少し言い過ぎたでしょうか。仕方ありません。ですが原因が分かったならそれに向けて努力すればいい話。努力。先ほども言ったように、フラグ回収で最も重要なことはフラグ回収が成功する状況作り。それをできるようにしましょう。死神ナンバー269、対象の直近の予定は分かりますか。お坊さんの予定ですか。そういえば今週末に私や生存フラグさんたちと一緒にプールに行く予定があります。うってつけですね。ではそこでやりましょう。やるって何をですか。決まっているでしょ、夏の死亡フラグ回収強化プログラムです。ライトノベル販売中。プールサイドは走らない。あちぃ、早くプールに入りたいよ。入る前に準備運動はしておけ。思わぬ怪我や溺れる危険があるからな。モブくん、モブくん、一緒に準備運動してあげるわ。しーちゃんどうしたの、もしかしてもう熱中症。いえ大丈夫です、ちょっと日差しが強くて。こまめに水分補給しなよ。ありがとうございます。真夏のプール、フラグ回収しやすい場所はやはり水の中でしょうか。ナンバー13さんからの通信。聞こえますか、死神ナンバー269。聞こえます。プール内にはすでにフラグ回収用の罠を設置してあります。ここから私が指示を出しますので、あなたは指示通りに動いてください。本当に指示に従うだけで成長できるんですか。問題ありません。今回は天使ナンバー11がいるので、本来なら死亡フラグの回収は困難になると予想されますが、遊びに来ている彼女は仕事の時と違い、いつもより気を抜いているはずです。とはいえ油断はしないように。わかりました。死神ナンバー269がフラグ回収に失敗するもう一つの原因、それは成功体験が少ないということ。自信がなく成功のイメージができない。なのでまずは成功体験で自信をつけ、それからできることを増やしていく。多少強引なフラグ回収用の罠も今回は致し方ないでしょう。では早速始めましょう。前方のプールサイドに移動式バナナの皮を設置しました。プールサイドで後頭部から転ぶと最悪の場合死ぬ可能性があります。死神ナンバー269、対象を誘導してください。やってみます。無謀さん、あちらのプールでビーチバレー
しましょう。いいね、早く行こう行こう。おい、プールサイドで走ると。うわ、モブーさん、後ろに子供が。ちっ、はっ、やばー、モブくん。貴様大丈夫か、怪我はないか。お姉ちゃんありがとう。誰も怪我しなくてよかったね。入れ替えスイッチ。ナンバー13さん、一つ目の罠失敗しました。見ていました。今のは死亡フラグよりも天使ナンバー11が子供の生存フラグを回収したのが作用したようですね。対象外の被害を出すのは不本意ですから、今回は仕方ありません。切り替えて次に行きましょう。わかりました。次はどうすればいいですか。次は事前に渡した展開アイテム、入れ替えスイッチを使います。これですね。どう使えばいいんでしょう。ビーチバレー中にそのシールをビーチボールに貼ってください。その対象がトスを行う直前、入れ替えスイッチを起動することで1トンの鉄球と入れ替えます。頭上でトスしようとした対象は1トンの鉄球を受け止められず、頭部に鉄球が直撃して死亡します。なるほど、結構えげつないですね。死亡フラグの回収ですから、本来死というのはえげつないものです。本当にそうなんでしょうか。あとはあなた次第です。頑張ってください。は、はい。それ。あ、落としちゃいました。何してんのよ、チンチクリン。ほら、しーちゃんから。あ、はい。ここでシールを貼って、よし、あとはモブオさんの頭上にサーブすれば。いきますよ。えい。おらいおらい。ここでスイッチを。モブオさん、ごめんなさい。あ、足だ。痛い。モブくん大丈夫？落ち着け、幸いここは足がつく。今明らかにビーチボールの音じゃなかったよね。また失敗。恐怖のウォータースライダー。モブオさん、足はもう大丈夫なんですか？ああ、軽く釣っただけだから。次はちゃんと準備運動しろ、死にたくなければな。はい。そんなことよりもウォータースライダー楽しみだな。レンレン、一緒に滑りましょう。その次はモブくんね。なんで僕？まあいいけど。ナンバー13さん、次はどうしましょう。なかなか一筋縄ではいかないようですね。ですが次は確実に仕留めます。これで仕掛けた罠を一斉に。お母さん、この姿で無視するわけにもいきませんね。死神ナンバー269、少し待っていてください。あ、はい。こんにちは。迷子ですか？お母さん、お父さんと来たんですか？迷子センターにいるかもしれません。そこに行きましょう。子供を癒やすのは大変ですね。さて、早く罠を。あら？ない！罠を起動するリモコンが。あ、そのリモコンは。待ちなさい！ナンバー13さん、大丈夫ですか？死神ナンバー269、まずいことになりました。え？罠のリモコンをネズミに盗まれました。ネズミ？何かの拍子に罠が起動するかもしれません。警戒を。あれはまずいです。次は恋愛フラグさんと失恋フラグさんが滑る番。早く止めないと。それじゃあ行くわよ。ちょ、待って、心の準備が。うわー！いえ、罠を止めればまだ間に合います。ナンバー13さん、今追っています。そちらへ向かっているようです。挟み撃ちにして捕まえましょう。そして早く急がないと。出会いフラグさんと失恋フラグさんが。やっほー、楽しい。ちょっと、あんまり暴れると揺れるって。でもそろそろゴールみたいよ。あれ、何かしら。ナンバー13さん、ナンバー269、捕まえてください。はい。何あれ、チェーンソー。やばいよ、このままじゃバラバラに。ちょ、待って、止まって。捕まえました。スイッチを。はい。キャー。あれ、いやー、スライダー楽しいな。失礼フラグちゃん、もう一回行く？行かない。どうした？聞いてよ、せいちゃん。僕たちさっき奇妙な目にあってさ。何それ。ナンバー13さん、
私のことを思ってのことでしたし、感謝もしていますが、後悔のはやりすぎです。確かに少し過剰なマナでしたし、不注意でした。謝ります。ただあなたには回収体験が必要です。死亡フラグの回収とは本来こういうことだと覚悟してほしくて。ナンバー13さん、それは本当でしょうか。私はもっと優しいやり方でフラグ回収がしたいんです。それって無理なんでしょうか。相変わらず甘いですが、それがあなたなんですね。訓練はまた今度にしましょう。あなたに合った方法で。今日はもうフラグ回収のことは気にせず、皆さんと遊んできてください。ナンバー13さん、ありがとうございます。皆さん、お待たせしました。フラグちゃん、なんか楽しそうだね。何かいいことでもあったの？別にそういうわけでは。そうよ、もっと楽しまなきゃ。モブくん、流れるプール行きましょう。プールサイドは走るなよ。いつも料理すみませんね、アイフラグさん。全然いいよ、しーちゃんに任せたらダークマターができるし、せいちゃんは鳥のささみとかしか出さないし。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ。ごめんって、フラグちゃん。